皆さんこんにちは。今回はちょっと趣向を変えて、ラジオ形式でやっていきたいと思います。よくネット上で乗馬の悩みを相談する人がいます。友人がたまたま目にした質問で引き馬ができないっていうのを見つけました。その質問者がどうも逆転シーズンを見てくださってる方のようなんですよね。詳しい状況がわからないので、その方へのアドバイスってわけじゃないんです。ただこれと同じ悩みを持ってる人たくさんいそうだなと思いました。そこで逆転の乗馬ライフ的解決方法を伝授したいと思います。これって引き馬だけじゃなくて乗っていても同じようなことがあると思いますので、他に悩める方も有効かと思います。とはいえ私はアマチュアライダーであって、メンタリストでも心理学者でも精神科医でもありません。乗馬インストラクターでさえないです。あくまでも自分の経験に基づくちっぽけなアドバイスしかできません。実際にあなたとあなたが乗っている馬をよく知っているプロのインストラクターのアドバイスがおそらく一番あなたに有用なことを忘れないでください。まずは軽く概要からですね。最初にメンタル的なお話をして、最後の方で私の思う引き馬のアドバイスをちらっとしたいと思います。ではできましたら最後まで見ていってくださいね。まずぶっちゃけ言ってしまいますと、自分で引き馬できない馬はスタッフに素直に頼みましょう。それが一番大事です。馬によっては私もほら、シェルーシェルーやめてーやめてーやめてくれーってこうなってますけれども、馬によってはやっぱり引き馬は難しい馬っているんですよね。それ決して恥ずかしいことではありません。でやっぱりスタッフが忙しいと言っても、引き馬で引き倒されて怪我をされてしまったらもっと大変になってしまいます。なので自分が自信を持てない馬の場合はもう素直に頼む、これにつきます。登山家と馬乗りに必要なスキルって、自分の能力と状況を判断して、それが無謀か無謀じゃないのかを見極める能力だと思うんですよね。経験の少ない初心者にとって恐怖心は友達です。良きアドバイザーです。自分に無理だと思ったことは心置きなくインストラクターにお願いしましょう。その時に大事なのは、ただ引き馬してもらうんじゃなくって見本を見せてもらうということです。ぶっちゃけ引き馬の基本などは初心者の方がずっと丁寧にやっています。初心者が上手に引き馬できない馬にはそれ以外の応用のテクニックが必要なんです。実際質問者の方も、他の馬なら引き馬できるのにその馬だけは引き馬がどうしても上手にできないという話だったと思います。おそらく上手にできないことで、なんか基本的なことが間違ってるんじゃないか、正しいやり方をしてないんじゃないか、もっと正しいことをやらなきゃいけないんじゃないかと思い込んでると思われます。そしてスタッフに迷惑をかけちゃった、今度がもうちょっと上手にやらなくっちゃって、そのことで頭がいっぱいになっちゃうんですね。そこに馬の個性を見極めるとか特徴とか癖みたいなものを考慮するという頭はありません。ただひたすらスタッフに迷惑かけちゃったって頭がいっぱいになっちゃってへこんじゃうんですね。でも実はへこんでる場合じゃないんですよね。その馬のことをよく知る絶好のチャンスなんです。スタッフとその馬のやり取りを細かく観察してみてください。ネットや本では見つけ出せない何か深い方法が必ずあるはずです。そしてあなたが気がついたことをちょっと次回試してみてはいかがでしょうか。うまくいかないかもしれないんですが、無策で次回の乗馬が憂鬱になるよりもずっと楽しいと思います。
海外旅行あるある物語です。 A さんと B さんが海外旅行へ行きました。 A さんは欲しいものがあるんですけど、その国の言葉が分かりません。もじもじしていると B さんが私に任せてとばかり身振り手振りで店員さんに話し始めました。でも周りの人たちの好奇の目が A さんは恥ずかしくてなりません。もういいよと B さんを引っ張って店を出て欲しいものを諦めました。 B さんはムスッとして、せっかくもう少しで話がついたのに、あなたが欲しいっていうか頑張ってたのにと言いました。でも A さんはそこまでして欲しくはないわと言い、二人は気まずい雰囲気に。さて、あなたは A さんタイプでしょうか、 B さんタイプでしょうか。私はどっちかっていうと B さんタイプかな。 A さんタイプの人と旅行すると、なんでせっかく旅行に来たのに楽しめないのかなってイライラすることがあります。でもね、これがまた超 B さんタイプだとこっぱずかしくってしょうがないんですよね。どちらも悪い人っていうわけじゃないんですけどね。さて、馬に戻りますけれども、馬って言葉わかりませんよね。つまり海外旅行先の店員さんみたいなもんなんです。正しく扱えればそれはそれに越したことはないんですけど、ある程度気迫と根性で自分の言いたいことを一生懸命アピールすれば、なんとなく分かってくれることが多いんですよね。それで馬とのコミュニケーションに成功してる人は、もうとにかく気力だとか根性だとか、もっと一生懸命にアピールしなきゃダメとか、ついつい言っちゃうんですよね。確かにできなくてアドバイスを求めているのは自分のはずなんですけど、なんかそう言われると自分を否定されてるみたいで、なんかちょっと嫌な気分になったりします。で、うまくいかなくてどん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 同じことを言われ続けていくと、いや私ちょっと馬に向かない性格なんじゃないかな、乗馬ダメじゃないかなって思うようになってしまいます。それって旅先で B さんに振り回される A さんの心境なんですよね。 B さんのように振る舞えば欲しいものが手に入るけど、どういうわけかそれができない、そうした方がいいんじゃないかと思いつつも、なんかその行動は悪いんじゃないって思ってしまう。つまり馬に強気に出れないんですよね。自分をよく見せたい、悪く見られたくない、同じじゃないんですかって思う人もいるかもしれないんですけど、ちょっと違うんですよね。よく見せたい人ってやっぱり自己アピールが上手じゃないですか。で、積極的なんですよね。でも自分を悪く見せたくない人っていうのは消極的なんですよ。できるだけ周りとの調和を取ろうとして、出る杭にならないよう、まあ打ち込まれないように気をつけてるんですよね。で、基本こういう人たちって周りに気配りのできるいい人たちが多いんですね。でも行動の根本にあるところが、自分が悪者に見えないようにしようっていうところにあるんで、どうしても消極的になってしまいます。インストラクターにお願いしたら迷惑なんじゃないか、馬に強く当たったら馬がかわいそうなんじゃないだろうか、私がやること悪いんじゃないだろうかって、そういうふうに考えていっちゃうんですね。自分が落ちこぼれの方で突出したくないので、なかなかインストラクターに質問もできないし、馬に乗ってるのに馬のことよりも人の評判を気にしてしまう、そういうパターンが多くなります。問題が起きた時にすぐその場でインストラクターに聞いたりすることができずに、持ち越してついネット上で質問をしてしまったりというパターンもこの人あたりに多いんですよね。忙しそうです、迷惑そうです、なんだかとても聞ける雰囲気じゃないんですって、
そういう人たちは言うんですよ。でもそれって本当は自分が一生懸命教えてもらってるのに理解してない、何も分かってないんじゃないかってインストラクターに思われるのが嫌なんですよ。だからその場ではついつい問題を先送りして、帰ってきてからネットで質問をする。馬のいないところで馬を教えてもらおうとしてしまうんです。こうなってしまうとどうしても自分の良さっていうものを発揮できないんですよね。この人たちの良さってやっぱり周りに気配りができる、観察力があるっていうことだと思うんですよ。その長所を生かせば多少アピール下手でも十分通用すると思います。あ、ネットで質問するのが悪いってことじゃないですからね。私もこうして動画を作ってるぐらいですから。せっかく便利な時代になったんですから、どんどん活用しましょう。ただ忘れてはいけないのはリアルな馬と付き合うっていうことです。それでもやっぱり馬にしっかり自分のやってほしいことを伝えないと通じることはありません。その弱点を補うのにはちょっと危機感が必要なんですよね。先ほどの A さんの例で言いますと、これは欲しいものを買うということでしたけど、これが命の危機っていうふうになりましたらね、必死にヘルプを求めますよ。自分の子供がベランダから落っこちそうになってる時に、あ、今声かけて注意をしたら子供に嫌われるかもしれないわなんて思う親いないですよね。つまり馬に対しても自分が今ここで引っ張っていかなければ肉食獣の餌食になるんだぐらいな気持ちになると引き馬もうまくいくんですね。馬に振り回されてくじけそうになった時に、ちょっとこういう危機的な状況を想像しイメージすると、あなたの優しさが強さに変わるんです。いかがでしょうか。私が逆転の乗馬ライフの中で一番大事なことって言っている、自分を知って嫌いにならないっていうことはこういうことなんですよね。先ほどの例えの中の A さんが B さんになる必要も、 B さんが A さんになる必要もないんです。必要なのはいかに自分らしく問題を解決していくかっていうことなんです。さて、ここからは実際に引き馬の様子です。私ちょっと馬に引っ張られて連れ去られているんですよね、これ見ての通りこの馬かなり大きいんです。私の10倍以上の体重があります。今580キロ近くあるんですよね。草を食べさせるためにお散歩に連れて行ってて、でもうそろそろ帰りましょうかっていうことになったんで、馬がまだ草食べたい、帰りたくないって言ったんですね。幼稚園児がだだこ寝てるようなもんなんですけれども、ちょっとした感じで隙ありで連れ去られましたね、体重差で。実はここをですね、引き手の金具を付け替えてるんですよ、無口の横に。実は馬って前後に引っ張られることには抵抗できるんですけど、横へ引っ張られることには結構弱いんです。それで一回ダメこっちって分かれば、もうあとは結構素直に従うんですよね。とはいえ全ての馬が従うっていうわけではありません。同じ馬でも状況が変わればまた事態も変わります。物見なんかして興奮状態だったらこんな状態で引き馬はできないだろうし、運動で引き馬をしてる時ならもうちょっと馬も気合が入っていて、あのようなことはしなかったかもしれません。これは今ちゃんと引き馬で戻ってきたことに対するご褒美のパクパクタイムなんですけども、まあもしかしたら人によっては
馬房まできちっとけじめをつけて返すべきだって考える人がいるかもしれません。そんな些細な人の考えの違いが馬にも大きな影響があるっていうところがまたちょっと面白いところですね。さて、今回の逆転の乗馬ライフいかがでしたでしょうか。ちょっと滑舌悪くて、聞き取りにくいところがあって申し訳ございません。そのうち慣れたらもうちょっと上手に話せるようになるかもしれません。今日のお題は引き馬がうまくできないどうしたらいいっていうものでしたけども、まあ実際は今までの逆転の乗馬ライフのおさらいみたいなもんですね。これを機に過去の動画も見てもらえるとありがたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた。この形式の次回があるかどうかは分かりませんけれども。